皆さん、こんにちは。マリです。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。 There is transcript in Japanese and English on my website。 先日ドロシーさんが5杯のコーヒーを買ってくれました。ドロシーさん、ありがとうございます。今日のテーマは週末についてです。今日は日曜日、週末です。週末はあっという間に終わります。なんでこんなにも早いんでしょうか。金曜日の夜から日曜日の夜があっという間に過ぎてしまいます。平日が5日間あって、これも早いです。週末は待ち遠しいです。でもあっという間に終わってしまいます。日本では日曜日の午後6時にサザエさんというアニメが放送されます。これは昔から毎週日曜日午後6時に放送されています。それにちなんでサザエさん症候群という言葉があります。これはサザエさんを見ると明日仕事だと嫌な気持ちになることを言います。面白いですよね。私も昔はサザエさん症候群でした。サザエさんが始まると落ち着かなくなり、とても気持ちが沈んでいました。今は大丈夫です。皆さんはサザエさん症候群ですか？それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。I have an online community for Japanese learners. If you want to join Japanese learning community and make friends who learn Japanese, come join us. And I made Japanese speaking textbook.If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has an audio, so you can improve your listening and pronunciation as well. Check description box.